さあ始まりましたポジドラ。おはようございます、大竹遥でございます。いや、横浜に弱すぎますね。これは何か問題があるんでしょうね。これはかなりね、悠々しき事態ね、上に行くにはね、これかなり悠々しき事態だと思いますけれども、次会った時は必ずスイープしてほしいなと思います。で、今日は大瀬良投手とやらなければならない厳しい戦いが相変わらず続く。エース級のねピッチャーがずっと続きますよね、広島もね。まだ裏ローテって言い方が合ってるかどうか分かんないですけど、クリ投手とかはねまだやってないわけですからね。大瀬良投手とばっかり毎回当たってるっていうね、印象ですけれども、大瀬良投手これで3回目かな。ちょっとね、見ていきましょう。7試合のうち3回ぐらいやってるわけですからね。で、防御率 2.47、 素晴らしいピッチングを相変わらずしているね。頭が痛くなるね。ウィップも 1.04、 1イニングあたり平均して1人 1.04 人のランナーしか出さない。これは低いです。ランナー出すことも結構難しいよねというね、数字。ワンチャンスをものにする力がなければドラゴンズ今日大丈夫か、敵地ですしね。で KBB 三振割るフォアボール、コントロール見るときなんかに使います。 4.33、 これコントロールめちゃくちゃいい。パワープロがあったらコントロール A は間違いないでしょうね。パワープロ査定で A は間違いないと思います。で、奪三振率が 6.88、 まあそこまでねめちゃくちゃ高いっていうわけじゃないんですが、この大瀬良投手の投球スタイル、カットボールでね、引っ掛けるというねタイプの投手にしては高いのかな。7個、9イニング投げると7個の三振を取る。で、予視球率は対して低い、9イニング投げて 1.59 個のフォアボールしか出さないよというね、フォアボールでノーアウト、あるいはワンアウトで出るとですね、送りバントというね作戦も、当然視野に入ってくる、そういうね、素晴らしいピッチャーですね。ワンチャンスをものにしなければならないというね。でホームラン9、これが9イニング投げるとホームラン何本打たれんの、 0.71、 これはまあ低いですね。低め、めちゃくちゃ低いわけじゃないですが、低め、まあ、ホームランもねなかなか難しい。でグラウンドアウト、エアアウト、ゴロアウトとフライアウトの比率が 0.73、 カットボールを操る投手にしてはここはフライのが多くなってるんですね。これ特徴的ですよね。まあ決め球のストレートをこう打ち上げてるのかな。まあちょっと珍しいタイプかなという印象です。で、被打率は2割3分0厘、ヒット打つのもなかなか難しい。まあ強いて言うなら右バッターの方が、分があるかな。ビシエド選手がね、調子上げてきていて、で阿部選手もね一旦こう落ちちゃってるのかなと思ったら、先週また後でお話ししますけれども、まだ、ギリギリのところで踏ん張っているそんな印象。そして木野拓選手も戻ってくるということで、右バッターに期待したいなと思います。で配球の割合は先ほどから言ってる通り、ストレートとカットボールを同じぐらい今年は投げている。まあ毎年そうですけれどもね、こういうピッチャー厄介だと思いますね。引っ掛けてゴロね、嫌ですよね。で前回登板が、1週間空いたのかな。で、5月6日ゴールデンウィークの横浜、マツダスタジアムで投げてるはずです。これ、7イニング投げて、この時ね、大瀬良投手にしては意外と苦しいピッチングだったのかなっていう感じですよね。7イニング投げて自責3、普通のね、ピッチャーならね上出来なんでしょうけれども、やはり大瀬良投手にしてはちょっと調子が悪かった。ホームラン2本打たれてますからね。で前回対戦がその前の週バンテリン、基本この時はね、思い出したくもないですけれどもね、ほぼノーヒットノーラン、されかけた、ごめんなさいね、これ被打率2になってますけど、被安打のことですね。被安打2本だけ、29人で終わってしまった、非常に嘆かわしい、ドラゴンズファンからしたら嘆かわしい投球をされてしまったよねと、この時のね雪辱なんとか今日晴らしてほしいなと思います。でチーム打率ドラゴンズは、大瀬良投手大の苦手、普通の被打率が2割3分0厘に対して、ドラゴンズのチーム打率が、1割6分9厘ですからね。でその中でもよく打ってるのが阿部選手で、大島選手もね今日から戻ってくるんじゃないかっていう話もありますからね、もし、出てきたら期待したいなと思います。対して我がドラゴンズのピッチャーはエース、左のエース大野雄大投手が行く。
まあ、これもちょっとおさらいという感じでね、ドラゴンズファンの方は皆さんご存知だと思いますが、見ていきましょう。7試合ローテはずっと守ってるよ。で、防御率 2.76 低い、ウィップも 1.04 低いですよね。この辺はね、大瀬良投手とね、そんなに遜色ないんですよ。なんか毎回毎回見てる大野雄大投手のピッチングを見てると、思ったより低いなっていうのが僕の正直な感想。まあ、この間ね、10回投げて、無失点ってことがありましたから、先々週そのおかげでかなり下がってるのかなという感じで、KBB が 2.80、 コントロールはめちゃくちゃいいとは言えない、普通以上、ここまではね。で、奪三振率が低いんですよ。吉球率は 1.84 と、なんなら大瀬良投手より低いんですけれども、奪三振率がね、大野投手にしては今年はずっと低いんですね。調子が上がってないとすれば不安ですが、もしかしたらこの省エネじゃないですけれども、打たせて取るようなピッチングを心がけている、まあ、投球スタイル変えたというね、ことであれば楽しみ、これから楽しみですよね。で、ホームランラインもこの間丸選手に一発浴びてますが、実はそんなに高くないんですよ。むしろ大瀬良投手より低いんじゃないかな。大瀬良投手が 0.71 ですからね。ホームランライン、ホームラン打たれてる割合は実は大瀬良投手よりも低い。なんかもうこういう言い方したら失礼ですけども、ちょっと意外かな、僕の印象としては。まあ、長いイニングを毎回投げてくれるんでね、おのずとここも低くなってくるよと。で、グラウンドアウト、エアアウトは、フライの方が多め。まあ、ストレート主体のピッチャーはですね、ここが、フライが多くなりがちなんですが、大野雄大投手も、例に漏れずそうである。ただ、フライが多いにもかかわらずホームランを打たれてないっていうのはね、なかなか珍しいタイプ、真のフライボールピッチャーという言い方をね、今年は僕させてもらってるんですけれども、大野雄大投手もその傾向にあるよと。で、被打率が2割2分8厘。ここもね、思いのほかね、低いなっていうのが僕の正直な感想。2割2分8厘、だから大瀬良投手よりも低いんですよね。まあ、この間のね、阪神戦のパーフェクト未遂っていうのがね、あったおかげとも言えますけれども、かなり低く来ている。で、右バッターには敵なし。右バッター恐るるに足らず。ただ左にかなり打たれてるよと。ね、広島左バッターいいと、バッター多いんでね、気をつけてほしいなと、ケアしながら投げてほしいなと思います。大野雄大投手なら必ずややってくれると僕は信じてます。で、広島戦は1試合なんでね、あんまり参考になりませんけれども、この時は完璧なピッチングしたぜというね、今日期待してみたいなと思います。で、広島のリリーフ陣で、堀江投手が 1.86、 素晴らしいピッチング。栗林投手も 2.08 の防御率。栗林投手にしては、高いよね。まあ、これで高いって言われたらね、まあ、勝負上がったりなんでしょうけど、やっぱ去年のピッチングからすると高いかなっていう印象。ただドラゴンズがね、2得点したのが4月の頭にありましたけれども、それからは無失点ピッチングが続いている、本来の調子を取り戻しているよというね、非常に嫌なピッチャーですよね。この辺が出てくるとちょっと危ない。ただ広島は今8回誰が投げるのか問題みたいなので、結構揺れているというかね、決めあぐねているので、まあ8回、ミラクル8なんても言いますけれどもね、ドラゴンズ側はね、8回にチャンスありじゃないかなと僕は思います。ただそのためには大瀬良投手を早くマウンドから引きずり下ろさなければならない。コントロールいいピッチャーですからね、大瀬良投手、なかなかそういうことも難しいかなと思いますけれども、初回からガンガン振ってってほしいなと思います。で、広島の打撃成績、ここ1週間に限った打撃成績でよく当たってるのがこれら、3選手、まあ、マクブルーム選手は今年からの新外国人でね、相当頑張ってるみたいなんですけれども、一番驚いたのは僕は小園選手なんですよ。小園選手、この間ここで、広島戦の紹介をした時に、確かね、まだね1割後半だか2割前半1割後半ぐらいだったかな、全然調子悪いじゃん広島のショートの小園選手っていうね話したと思うんですけれども、今めちゃくちゃ上げてきてるんですよ。もう完全に打つショートね、非常に怖いですよね。ここもケアしてほしいなと思います。
で対してドラゴンズの打撃成績ここ1週間、まあ1週間つってもこの間は2試合だったんで厳密に言うと5試合かな、ビシエド選手がようやく5月の男ビシエド選手に当たりが戻ってきている、長打も出まくりね、今日必ずややってくれるかと思います。で先週ねここにアリエル選手の名前なんかもあったんですが、アリエル選手ちょっと落とし気味、ただ阿部選手がさっきもね軽く触れましたけれども3割3分3厘ここ1週間では、割と頑張ってくれている、ね、ホームランも出ています。いいところでまあゲッツーがあったりとかして、我々ファンのね、このイメージはあーそんな打ってるんだっていう感じなんですけれども、実は3割3分3厘打っている、ね、期待したいですよね。でこの後にね高橋周平選手が続くような形、2割9分2割8分ぐらいだったかなね、なんとかそれらの選手が頑張って大瀬良投手打ち砕いてほしいなと思います。以上で紹介は終わりなんですけれども、いつも勝った後にしている生配信、今回広島3連戦はできません。というのもあの私ですねあのダゾーンで、野球を見ているもので、広島戦マツダスタジアム戦は、放送がないということでね、残念ながらできないんですけれども、スポナビなんかを見てね僕も応援するんで、皆さん私の分までエキサイトしてください。以上大竹遥でございました。バイビー。